アイテム番号 SCP-LA-002 果物オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコルその大きさのため SCP-LA-002 の収容は必要ありません説明 SCP-LA-002 は2012年8月14日に地球の大気圏を離脱したライムですライムが損傷していない原因は不明ながら現在は天王星と海王星の軌道間に存在しますホイ LA-002.1 軌道分析により SCP-LA-002 はアリゾナ州の田舎の一軒家に由来することが判明しました下記の記録は家内のエコードットで発見されましたあなたたちがそうやって喧嘩するのならこのライムはどちらにもあげませんからね扉が開く音続けてソニックブーム部屋に戻りなさい今すぐ